皆さんに愛されるお店つけていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかラーメン屋ってすげえいい商売だね、これ。本当にいい仕事。うん。314名様です。賞金いくらですか？すごっ。おはようございます。どうぞ。おはようございます。今日は、はい、いよいよ最上川が新しくですね、はい、ラーメン豚と油という、はい、ラーメンに切り替えるオープン初日で、はい、清水さんにもお手伝いいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、もう準備万端だから、昨日の夜もちゃんとご主義渡したから。俺渡した？あ、私もらってねえよ。渡したじゃないですか。確かあれご主義だからね。ご主義だからね。ありがとうございます。すいません。いやだけど本当にね、あのいいオープンになりそうな感じで、佐藤君も今日なんとか行けるところまでやろうっていうね。はい、まあ、ありがとうございます。自分と体調と相談しながらそこは頑張ってほしい。はい、はい、ありがとうございます。無理しないで。はい、うん、まあ、本当はここ立ってる人違うんだけど、今カズが忙しくて、カズが珍しくピリピリしちゃってるから、うん、急遽あの僕がついたボックスで、はい、すいません。よろしくお願いしますということで、我々はチャンネル登録者10万人、はい、本気で目指してますんで、ぜひですねチャンネル登録でその高評価をして応援していただければと思います。あ、それとね、清水さん、うち今スタッフがどんどん出店したでしょ、最近。スタッフ足んなくなってきちゃったんですよ、はいはいはい、だからもしよろしかったら、はい、うち正社員募集したいと思います。はい、はい、もしさんもね、そう、うちに我々と一緒にやってみたいとかって思う方はちょっと概要欄に載せとくんで、概要欄のところまでご連絡ください。はい、これうちもそうなんだけど、うん、やっぱりね、辻田さんのところはやっぱりラーメンじゃないことも教えてもらえるから。あ、そうですか。あ、俺はそれ見ててすごい思うもん、従業員が人間性を。そうっすか。うん、ほんと思う。そういうところすごい教育ができてんだなってさ、うん、思うのね。こういうチャンスだと思うんで、皆さん、うん、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。1回火つけて、はい、10時くらいに見た方がいいですか？はい、来ちゃったよ、うちの。でも少々お待ちください。今日朝早くからすいません。早くからすいません。ありがとうございます。今日朝早くからすいません。早くからすいません。ありがとうございます。おー、こんにちは。早くからすいません。どうもありがとうございます。今日朝早くからすいません。朝早くからすいません。ありがとうございます。すいません、もう少々お待ちください。すいません、ありがとうございます。すごいです。嬉しい。おはようございます。朝早くからありがとうございます。びっくりしました。ここまで行くと思わなかったです。嬉しいです。頑張ります。これ今で大体もう95名様ぐらいだから、あとちょっと100名様ぐらいまで行くから、だったらなんか3列の方が危なくない？あ、そうだね。列、あ、バス停絡み大丈夫？バス停一応開けてあります。バス停開けてある？開けてあります。じゃあ1スタッフ置かなきゃダメだね。これが大変なのよ。これがね、これでやっぱりきちっとやらないと、やっぱ近隣の方にご迷惑をおかけしちゃうから、やっぱね、ここきちっとやらなきゃダメ。で、やろう。佐々木くん、ここだってバスに並んでるのか、うちに並んでるのか、分かんない。
はい、でもあの電柱まで行ってれば、はい、バスに並んでないって分かるじゃん、はい、だからそれをやらないとダメだから、はい、前のあの赤い人までをちょっと2列というかちょっと前に詰めてもらって、はい、であそこに人配置するのか、ここ人配置するのか、あと最後尾とか今もうどんどん指示出してる、はい、やすいません、はい、まあもうはっきり言って目的でやったけど撮影まで全部やってくるんですけど、奥さんとお父さんに紹介してください、うん、本当に、はい、本当によろしくお願いします。お願いします、うん、うまっ、切ってない、はい、お願いします。もしかしたら1個しかない、ふなりあげてね、ふなりして、はい、もう1個、はい、ふなり、ふなり、つかりがあと30分ぐらいなんで、ちょっと浅いです。うまい。皆さん、朝早くからいろいろありがとうございます。ありがとうございます。ワークオープンさせていただきまして、佐藤君の奥さんのりなちゃんと、あと佐藤英秀君から挨拶をさせていただく前に、ちょっと自分からいろいろあってなんかドタバタしたんですけども、奥様の頑張りと家族のサポートと、佐藤君は佐藤君で頑張りました。まずそのことに拍手じゃあ挨拶どうぞ、ね、これだけ、はい、皆さん朝早くからありがとうございます。ありがとうございます。泣きそう嬉しいです皆さんに愛されるお店つけていきます。よろしくお願いします。まずはご心配おかけしてすいません。YouTube の温かいコメント本当にありがとうございます。そのおかげで今ここに立ててます。皆さんありがとうございます。地域一番となれるように頑張りますので、どうぞご応援よろしくお願いします。お願いします。よし、やろうか。はい、ではオープンさせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。よし、やろう、今日も入ろう、はい、バンバン行くよ、はい、カズ、最初8名様だけご案内するよ。カズ、44で8名様だけご案内するからね。テーブル使わないよ、まずは。はい、お客様何名様です。お客様何名様ですか。1名様、1名様どうぞ。お客様何名様、1名様どうぞ。お客様何名様、1名様どうぞ。とりあえずここまでしか今はご案内しないで、ちょっと中を回せるようになったから、もうちょっとずつ早くしていくから。うちの息子は抽選は担当でしております。先頭から2名様まで70名様ぐらい。あ、そう、170名様、やばいね。じゃあちょっとどんどん回転上げて迷惑かけないでしょ。りなちゃんのママ友 YouTube 見て頑張ってるので一生懸命来ました。今日はお手伝いに夫婦で来てます。そうなんです、今日はボランティアで。そうです、応援に来ました。
ちょっといても立ってもいられなくって、ひなちゃんが頑張ってるので来ました。ありがとうございました。よかったらフォローお願いします。お、いいね、これやってきて、やってきて。これ可愛くない？可愛いでしょう。あ、これさ、ちょっと YouTube に載せといてあげようよ。はい、概要欄、これ概要欄にも載せとこう。じゃあ、はい、行きましょう。よし、はい、少々お待ちくださいね。はい、もう一名様お願いします。大丈夫、これでまだ原稿出てくるんだ。途中で確認しないんだから。朝追いがらしてるから。もしもし、あとは、あと油。オープンしてさ、やっぱ 2,3 時間経つとブレてくるから、それ途中で見ないと。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。青なので、ありがとうございます。すごいじゃん。お味の方どうでした？美味しかったです。数1名さん、あ、よかったです。はい、いただきます。お願いします。お近くですか？いや、金町です。あ、うん、はい、ありがとうございます。おー、なんだ、すごい。こちら T シャツになります。 L か、 L か、 LL、 LL か、 L か、 L、 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 じゃあどうぞ。すごい T シャツを買ったよ。ありがとうございます。じゃあ、あの3000円。あ、お味の方いかがですか？あ、すごい美味しかったです。はい、赤い粉入れるとやっぱり辛さが増してちょっとまた美味しかったですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。銀なので T シャツでございます。ありがとうございます。はい、お味の方いかがですか？あ、美味しくいただきました。あの、割と好きなタイプな感じですよ。非乳化の、はい、動画とかでご覧いただけましたか？あ、見ました。はい、あの直前のやつも、奥さん頑張ってるなと思い、旦那さんより頑張ってて、ちょっと、そうですね、頼もしいですね。ありがとうございます。はい、ケムリオケ、またお待ちしております。どうぞどうぞどうぞ。ケムリオさん、当たりました。まだ丼当たりました。初めてです。やった、嬉しい。こちら、特製ステッカーでございます。2人分ま、またお待ちしてます。携帯なのにつけてください。ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。動画を見てわざわざ来ていただいたんです。あ、そうですか、はい、どうでした？いや、もうめちゃくちゃ感動しましたし、僕はね、あのカズさん、カズね、もうなんか教育者として素晴らしい、すごい動画でしたよね。ねえ、あれね、良かったですよね、本当にね。ツイッター社長も忙しいけど、なんか前日来てなんかショートを上げてまして。あ、そうそう、昨日やったんです、あれ、はい、見ました、見ました。そうそう、だから今さ、りなちゃんにね、あの、ちょっと写真撮っていいですかって言ってくださいってお願いしたの。じゃないとテンション上がんないじゃん、あの子。そうですね、カメラ向けさせてもらいます。言ってあげてください、すいません、ね、協力してください。よろしくお願いします。これ、お父さんから黒毛和牛のおにぎりいただきました。やばいね、食べね。いただきます。厳しいからね。いや、さすがの味付けでしょ。いや、こういう料理は板前さんにはかなわないから。ラーメンはお父さん負けませんよ。いや、教えてください。すいません、生意気言って。先輩、おにぎり得意なんですね。バカ野郎、お前変なこと言うんじゃねえよ、お前。写真撮ってください。中で写真撮れます。そんなことある？一緒に撮れます。ただ無料？あ、無料？お金取んの？無料。無料。よしよしよし。こいつ頑張ったね。どうだった？いや、もうめちゃくちゃ楽しみ。楽しかった。はい、楽しめましたね。昨日の練習と今日どっちがきつかった？昨日の方が全然きつかった。本番。練習の方がきつかった？練習の方がきつかった。体調悪かったもん。練習の方。体調じゃねえよ、お前。熱がなんか48度あった。昨日の練習の方がきつかったって。よかったよ。それがあったら今日楽勝だったでしょ。今日も本当楽しくできました。できるよな。はい。あれで。よかったよ。ありがとうございました。練習っていうのは、カズさんが100本のカズさんの100本の100本のカズの100本の俺のじゃないよ。カズの100本のね。きついよ、カズの100本のカズの100本のはね、俺のみたいにね、
生ぬるくないきついよ。そのおかげで今日が全部先輩に襲われました。バカヤロー、お前ふざけんじゃねえよ。ありがとうございました、本当に楽しかったです。ありがとうございます。2、3、4、6、時間ください。はい、1点差まで。はい、出ていきます。はい、お願いします。はい、4まで投げります。はい、はい、お先2発お願いします。はいよ。はい、はい、もらいます。お願いします。もう一気に出ますか。はい、出ます。はい、お願いします。お前らが頑張ってくれたから本当にありがとうございます。ラーメンぐらい俺が出すよ。野菜少なめニンニク油です。野菜少なめニンニク油。はい、時間ください。はい、1、4まで。はい、ご飯食べます。ご飯さん、野菜少なめです。ありがとうございます。ニンニク野菜。はい、ニンニク野菜いきます。ニンニク野菜少なめです。じゃあ、いきます。はい、シャシャお願いします。ニンニク油少なめ。はい、ニンニク油少なめ。はい、はい、立花花、取りました。全部取れ。はい、手前から失礼します。ニンニク油少なめです。ナチコ、おろしちゃって。はい、おろしちゃいます。でも頑張ってね。よく伝わったから、振り向きね。頑張って。おいしいからね。エイジも頑張ってね。ありがとうございます。ね、お父さんも、まだ。はい、ありがとうございます。はい。ごさました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 。いやー、もうね、疲れた。疲れました。疲れた。だけどよかったよ、本当によかった。なんかね、もう涙が出てきちゃうよ。あー、本当によかった、とりあえず、うん、ね、よかったよね。はい、ヒラまあこっからだよね。だけどね、こっからまだスタート地点に立っただけだからさ。こっから頑張ってくれればね、いいんじゃない。ちょ、どうした。いや、今あの友達がさ、頑張ってねって書いてたんで、涙が出てきちゃった。ジーンときました。まあようやくほっとしたよね。ようやくほっとした。本当ようやくほっとしましたね。とりあえず終えてみて、まあ、まだスタートラインなんですけどね、これがね。そう、スタートラインです。スタートラインだけど、とりあえずほっとしちゃってな。よかった。なんだかんだ毎日1時ぐらいまでジナさんもやってたもんな。で、お父さん夜迎えに来てくれて、子供と一緒に来たりとか。やっぱ家族のサポートと、やっぱラーメン屋っていいね。ラーメン屋っていいね。やればできる努力だから ね、 ね、そう、やればね、やった分返ってくるし。なんかラーメン屋ってすげえいい商売だね、これ。本当にいい仕事、うん、自分たちもこうやって感動できるしさ、自分たちが作った味でお客さんに感動もしてもらえるし。この年でなかなかね、そんな気持ちにね。いや、本当なるほど、はい。お願いします。はい、すみません。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ママと一緒に頑張って、ママと一緒に頑張って、ママと一緒に頑張って。じゃあもう全部普通で。全部普通。はい。違う違う。ありますか？ニンニクほんの少し。ニンニクほんの少し。はい。どうぞ。はい。お待たせいたしました。ありがとう。お願いします。お願いします。いいね。じゃあいただきます。はい。お願いします。Yeah.
美味しい。ありがとう。うん、
師匠にそんな。やばいね。いやもう懐かしくて嬉しかった。でもさ、最後違う、これ一番大事な、最後笑えるか笑えないかなんだよ。確かにそうだ。最高に楽しかったです。笑えちゃえばいいんだよ。ありがとうございました。確かに。なんかね、な。でも明日もね、あるしね、ここからがスタートだからね。はい、ね、やります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、我々はですね、チャンネル登録者10万人、これ本気で目指してますんで、急に変わって恐縮ですけど、そろそろ締めないとですね、帰れないし、尺が長すぎるって怒られるから、はい、ね、応援していただければと思いますんで、はい、本日はですね、豚と油の、オープンに密着してみたということです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日300いったの。314名様です。賞金いくらですか。276,070円です。すごい、すごい、信じられない。ありがとうございます。もともとの最上川さんはいくらぐらいだった。1日だいたい6、7万です。5倍弱、うわー、恥ずかしいのでもうこれ以上おめでとうございます。ありがとうございます。そうでもウーバーさんとメニューさんもやってて、チャーシューが切れちゃって途中で止めたから、ウーバーさん11件のメニューさん1件ぐらい入ってるから1万7000円ぐらいプラスになるから293,000円。じゃあこれが続くように頑張りましょう。頑張ります。皆さんありがとうございます。頑張ります。よろしくお願いします。